終電何時やか分かんないんだよね。帰りたら帰りたい。終電何時？あー、ウイパー入ってるからうめえ。泊まっても寝るとこないの。お母さんベッドあるから布団並べて寝るか。今始まったばっかだよ。もやしとニラとえのきと。食べ物ウェイパー入ってるから美味しい。お母さんが甘酢も料理下手くそだから調味料買った。調味料買いで使ってくれっつってウェイパーを。入っていくの？なんで茨城出身実家。終電何時？わかんない。待ってんじゃ、うん、泊まりたくない。靴がさ、それ以外いい靴がなくてさ、なんか俺のスリッパがそれよりいいスリッパがないんだよ。赤いってない。10時44分、うん、10時44分から茨城。いいよ、ちょっと待って、いいよ調べる自分で。お母さん調べる携帯で自分で大丈夫。いいよ、ちょっと待って、いいよ調べる自分で。お母さん調べる携帯で自分で大丈夫。ヒズマさんと。ヒズマさん俺のこと知ってたね。ルイジ紹介してって言ってたね。そこ見て嬉しいと思ったら寝落ちした。なんか話結構弾んでたよ、いろいろと。可愛かったよ。小西まなみにってた。誰が？ヘズマさんが。遊んでくれるなら俺からヘズマさんとこ行こうか。あら、空っぽだ。
イミタロよりルイージって言った。さすがヘズマさん、嬉しい。いや違う違う違う、俺がつけっぱで YouTube 寝ちゃったの。二度とお母さん見ないでね YouTube を。深夜中のなんで、うん、やきもち焼いちゃう。お母さんがルイージより深夜中が好きってやりまったらやきもち焼いちゃう。でも飲んだか、もう配信できないの？裁判始まっちゃうから。どうなったの？やっちゃさんって配信しなくなったの？奈良にいるの？ヘズマさんって。富士山の豚ドアやってたんでしょ？なんもなかったんだ結局。あまりちゃねえと。誰が呼ぶ人か鹿を守ってる。外国の人鹿食べちゃうの、うん、味付け普通にウェイパー入ってるだけ。なんかしかも卵だけこれ甘いんだけど、砂糖入れた卵に別々にやったのでしょ、うん、で卵だけ砂糖入れて甘くして入れたでしょ。ちょこっとだけだよ。バカだねほんと。さ卵だけ超甘いの気持ち悪い。違う、しょっぱくなっちゃったんだよ。卵もしょっぱくすればいいのに。卵だけ別で溶き卵かなんかで入れて卵を甘く。気持ち悪い。発想がバカだね。なんか卵だけ別に超甘いでしょ。超甘くないよ。発想が天才。麦茶がなんか持ってくる？いや、いい、もうお腹いっぱい。牛乳がいい？牛乳飲む？あ、いいです。お腹ゴロゴロしちゃう、うん、あ、まあ昔はね、わあ、やめてくんないこれ。牛乳たくさん飲んだ。びっくりする。手が伸びないちょっとね。びっくりするからやめてくんない。身長俺180センチって言ってるから身長伸びなかったっていうのやめてくんない。あ、ごめん。一応ね。もちろんね。アイドルと一緒で、ちょっと身長持って言ってるから180センチって言ってる。会った人びっくりする。そうそう、会った人だからびっくりする。キムタクと同じだよって言ったから。キムタクもそうなの？っていう176とかって言ってるけど、160ちょっとしかないっていう話なんだ。うん。キムタクと一緒だからやめてくんないよ。うん。だって。テレビのドラマじゃなんかね、大きく見えるけどね。シークレット靴がすごいらしい。ああ。靴が。靴底がね、うん。だからテレビでも中居君と並んだら身長変わんないっていう。私らの時代のね、野口五郎がそうだったの。野口五郎。知らない？うん。稲垣五郎は知ってた、うん。時代が違うね。郷ひろみの時代なんだけど、お母さんの頃、うん、お父さんの自宅、うん、明日も配信があるのか。クイズこっちからっちからね。ちょいちょいちょって時間調べなきゃ。ティッシュ？携帯がつる。なんで携帯がつるティッシュ？あ、お母さんの携帯か、うん、終電調べなきゃ。10時何分かのと11時何分かなるんだ。飲み物持ってこようか。牛乳でいい？麦茶でいい。麦茶。麦茶でいい？うん。10時2分だ。
10時2分わあと20分しかないの、うん、10時2分帰ろ、55分に出てかないと、あんま言うと駅バレちゃうからな、やめとこって思ってたんだけど、だってさやることないんだもん、朝配信もやった方がいいでしょ、やることないんだもん茨城って。でもさびっくりしない、お母さんのセンス、卵だけ甘くするって意味わかんない、他しょっぱいんだよ、他なんかしょっぱいのに卵食うとめっちゃ甘い、ほのかに甘い口に広がるの、甘さが、はい、その手間暇むぎちゃん、ありがとうございます、牛乳飲むんだったら、いらないって言ってるでしょ、手間暇かけて、よく気づいてたもんね、甘い甘い、納豆巻き食べる、卵だけ甘い、甘い、他のしょっぱいでしょ、他しょっぱいんだけど卵だけ甘い、おかしいね、おかしいね、一緒に炒めてあるのね、一緒に炒めてあるの、おかしいね、甘い、どうして、どうして、別々にやったから、手間暇かけて、そう、手間暇、こんな気持ち悪い料理作ってくれた、卵が入ってくると甘い、うん、ごめんなさいね、甘い、お母さん甘党なもんだ、甘い、甘い、卵が口に入ってきた瞬間甘い、クリス腹吐きそうじゃない、消えてないよね、なんか熱くなってきたの、開けっぱなしだから、うん、キムチがなんかも作る、しょっぱいの、いや大丈夫、もうお腹いっぱい、うん、え、エミリさんとベビタロコロナになっちゃったの、え、本当、今コロナコメントなかった、ない、でも今流行ってるんですよ、蔓延してるってコロナで、エミリさんが いろんなとこでうろちょろしてるから、なんかあんまり言いたくないとか鬱になってたんだ、鬱しちゃったからベビタロに、だから鬱になってたんだ、エルがコロナになっちゃったんだ、まあ、別にエミリさん悪くないからね、しかも子供だったら別に大丈夫って言うじゃん、でもしてるんですよね、後遺症が残るって言ったら、しょうがないでしょ、馬里じゃないんだし、あ、なってない、ああ、嘘らしい、今来たけどなってないって、あ、そっか、ごめんね、なんかコメント欄であったからなってない、
怖いね、嘘って、ね、嘘つかれちゃっちゃう、会いに行くの？いや、お母さんが二度と会いに行くなっちゃったから、会えない。お母さんが会ってきていいよって言うまでは。会ってきていいんだよ。いいの？いいよ。二度と会わないでって言ってなかった？うん。エミリーさんとシキさんのことが今大嫌いって言ってなかった？言わないよ。言ってない？シキさん好き？うん、好きだよ。ほら、面白い。そんなこと言わないだし。本当？でも二度とシキさん見ないで。ヤチョさんとあれでしょって言ったの？うん。シキさん俺のことは好きじゃないから。そうなの？残念だけど。なんかお前が嫌われてんだ。そう。ね。花火やっちょさんが誘ってくれたのに嫌な顔したね。俺が行こうって言った。あ、お前が行くって言ったら、うん、嫌な顔したんだ。うん。お母さん最近 TikTok にハマってるから、見ちゃダメって言って何見るんだよ。今度は見ないあまり、うん、だって時間がこのあれがね足んなくなっちゃったからさ。まだ Wi-Fi ついてるってだから、うん、Wi-Fi と切り替えの時に、うん、そっちもあの通信無制限にしてくれるって、うん、じゃあ別に私じゃなくて向こうに任せればいいのね。うん、見れるっちゃ見れるんだけど、うん、だって今通信遅くなっちゃってるの。 Wi-Fi 入れてんのに。うん、お母さん本当に Wi-Fi 入れた意味がないんだね。お母さんって、うん、貸してね、やり方もわかんないから。せっかく Wi-Fi 入ってるのに、お母さん Wi-Fi の入れ方もわかんないからマジで無駄でしょ。 Wi-Fi ってね、と入れ方があるんだよ。設定をして、え、あった Wi-Fi、 やばい、終電もないし。あ、そうだ、何分したっけ？10時？そんなになると思ってて、バカでしょ、お母さん。お母さん、Wi-Fi これオフになってるから、これオンにしたの、Wi-Fi。これでもう見放題。あ、ほんと。いきなり Wi-Fi 入れた瞬間全部入ってきた。これでサクサク。よく使う。え、いどこにあれ入ってるの？何？ TikTok って。遅いでしょ、出てくるの遅いんだよ。いや、今多分 Wi-Fi 入れたから、うん、いきなり全部入って、ほらサクサク、うん、Wi-Fi 入れたから多分全部サクサク、うん、ワンちゃんのすごい。なんで削除したの？うん、削除してる。ダメだよ、いいよ。たまになってエルちゃんが出るんだからやめてよ。見たいんだから、いいよ。いいも悪いももう一緒だから。
愛ちゃんフォローしないでよ、お母さんのこと。なんで消しちゃうの？忘れ物しないでね。よし、これで、これで、俺のことフォローしてない、フォロー中で。俺のことフォローしてない。これでもう時間なくなっちゃうよ。これあと10分だよ。あ、出てきた。俺んちの母ちゃん出てきて、やっとわかった。え？なんでもない。何が？サンアカウントともフォローしたいな。うちのお母さんのことフォローしないで。あと、うちのお母さんに告げ口したやつ、ブロックしとこ。あ、告げ口してない、誰も。どういうこと？してる。告げ口って何？悪く言ってんの？ DM でうちのお母さんに悪口言ってくるやついたら。いや、いいよ、もう帰ろ、うん、なんか聞いてないじゃん。見てろ、ブロックしないよ。 Wi-Fi 入ってるから、もういつでも携帯見れるからね。あ、ほんと、うん、ありがとう。でも、あの、Wi-Fi やめちゃったりでしょ、光。光やめちゃったりでしょ。今度見られないでしょ。ひどいな。減るみたいって言ってるの。悪魔のような子だよ。なんでもない。なんかあれだよ、あの言い方が。富のある言い方するな、あなたは。なんでもない。行こう。お母さん、急いで、時間ないよ。忘れ物、忘れ物。何忘れ物？ってないの？ないよ、ないよ。ない？ないよ。あ、ほんと？だって一泊ぐらいしてきゃいいのに。大丈夫。また来るからすぐ。あれ、荷物持ってこなかった？荷物、バッグ、あ、なんか入ってる。うん。これ。あれ？お母さん、バッグ車の中に入ってないね。あ、俺バッグ持ってきてないんだ。うん、早く急いで。
こさん、やばい、めっちゃ急いで危ない、いけ、ちょっと超急いで、もういいよ、もう実際、ちょっとニュースかもしれない。なんで？あのね、頸椎とこちょっとずれちゃってるから、そこちょっと直す。肩と頸椎？そう、肩、肩だけ？腰？え？腰？肩どっち？首とか。首？うん、今度首になったの？だからずれちゃったんで、頭が重いから。頭が重いから頸椎がずれ。分かった、お母さん終電なくなるから。痛みが取れるようにちょっと先生が、いや終電がないから渡せない、終電が、終電22時、またすぐ帰ってくるから。何分なの？3分え？3分だから、あ、もう終電ないんで急いでよ。だからだって信号が赤だもん、前にもいるし、うん、あギリギリだな、やめて、飛ばしてこないで。なんだこの車、あと2分、あ、今来た、来ちゃったよ。大丈夫、ちょっと待つから。危ねえ、お母さんすぐね帰って、また来るから、またね、うん、まあ、頑張って、はい、じゃあね。濡れたよ、傘見てないの。